はようございます。釣り子 TV です。2月の亀山ダム。今日はね、水産センターから出船。この後9時ぐらいから冷たいね、雨が降る予報なので、2月の冷たい雨、絶対何かあるんじゃないかっていうことで、まああれやこれや持ってきたんで、1日頑張ってみたいと思います。っていうことで思い出したんですけど、チャンネル登録まだの方はね、ぜひ、チャンネル登録お願いいたします。それではね、春のデカバス目指して行ってきます。水温 12.6 度もありますよ。このシャローエリア一帯で反応がもらえれば、3メートルちょいぐらいにベイトの群れがまっさーっと映ってはいるさ。いやー、ワカサギの釣り方じゃないと思う。ここなー、昨日ぐらいあったかいコンディションだと、なんか2月のおかっぱりで結構ここでアラファまで映った記憶が、すげー釣れ当たり多いなーって日に、ボート終わった後もおかっぱりでもいけんじゃねえってここ立って投げてたら、2月のおかっぱりなのに 2,3 匹釣れたんですよね。だからこの上にさえポンって、なんか魚は映ってるから乗ってはいるっぽいんで、いやポカポカ、なんか昨日みたいな、まったりあったかいみたいな、4月ですかみたいな陽気の日に夕方まで釣れ続いた。そういうやつがこれに今偶然でも騙されてくれればな。タトゥーラエリート出た時、なんか春一番狙ってきた時もここら辺からおかっぱりやってて50アップ釣ったりしましたが、ボート0匹で悔しいな、でも絶対今日釣れそうなんだよなってそこ立って投げてたら、ぬもももももとか言って、それ春一番の時。そっちからこっちのその浮島に投げて、なんかこのちょっとした身を筋みたいなところでバスがうろうろ行ったり来たりしてたんですよね、ずっと多分。頼朝あたりを探りに行くか、笹川を様子見に行くか。時は三重バスいるぐらいの勢いだ。近距離でカワーって食い上げないかな。ワンフクアラバはどの程度信用していいのかな。ダメっすかね。一匹釣れればそっから、この最近流行りのバマストってのも釣ったことないから、バマストであればこのブレードがギラ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 ってして思わず破風なんていうこともあんのかなと思ってやってるんですけど、13度か、これ完全に春だな。やべえぞ、釣れないけど。おお、原さんの後ろ今なんかすげえ影追ってませんでした？黒い、マジ？なんかわかんないけど
黒いのがグーってなんかずっと等間隔で、うん、何やってんだろうと、パシパシとか言って、おおおおと思って、昨日、わかんない。ここら辺は越冬場だから、なんかあっても良さそうなんだよ。なんもないよな。どうやって釣るんだっけな、わかんねえな、わかんなすぎる。今日プラスからね、プラでそんな釣れる釣りしてもしょうがないじゃないですか。一応チェックしたいとこはあるにはあるんですけどね、その潰しのポイントは欲しいんですけど、時間かかりますからね、それやるとそれで1時間ぐらい消費するから。気圧が低いのはいいと思う。毎日ってな、毎日あれが起こってたんで、あ、それは言い過ぎかもしれないですけど、いやでもここにこうやってこう入れたらこのサイズで釣れるとか全部見えてましたもんね、あの頃は。だからコードネームバスでも何でも適当に釣るだけだったら釣ってましたから、無理です。そこまで寒くない嵐って感じ。手も全然かじかまないし、ちょっと抑えの釣り練習した方がいいのかな。このロードベッドに魚がいるのか、ダウンショットで練習した方がいいですかね。3バイト1フィッシュとかあったら、ワンフックで押し通すとか、こんだけ投げて掴めてないから、ワームでしっかり、それやりきったやつはやりきったやつでそれなりにちゃんと持って帰ってくると思うんですよ、まあ、1日岸際に丁寧にシャッドテール入れるやつが45を釣ってくるでしょうから、あ、1キロあるんじゃないですか、この時期シャローで。ディープ3本だとつかないですよね。春を感じさせるレンジで釣れたレギュラーサイズ3本だったらありかもしんないよな。そう、3メートル以内でレギュラーサイズ3本取れれば、多分釣れると思うんですよね、この容器だと。
あいつもラバとか持ってきたんですか。琵琶湖にコンセントレートする。あおっしゃ、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 すげえ、やったー、言った通り、おお、すげえ、2月に、あれ、うわ、いつの間に、ハマスキャ、すげえ、2月のシンカーゲーム、いやー、勉強になりました、2月カマスキャ。すげえ。本当はね、小さいの入れたかったんだけど。いつものスモラバがないから、カバスキャーベイトで、このカバーっすか。うわ、2月なのにだいぶシャローにいますね。おめでとうございます。あそこにいなかったんだ。あ、全部打ってみたんですね。うん、俺全然前見てたから。来たーとか言ってバスが俺の上ぶっ飛んでったんで何かと思ったな。いやここでこのタイミングで来るからさ、はい、どんだけでけえかと思って、はい、ここに死んだ汗だけ飛んじゃう。いやでもありますよね、そこでだってこんなシャローで食ったらマジ4号とかありえるから。え、ルアー見ててください。20ポンドだからめっちゃ行ったんだけど全然亀山っぽくない琵琶湖っぽい。え、20ポンドで普通に 22.3.5。 はい、あ、これタックルもしかしてカバスキャタックルじゃないか。うわぁ、ゲインエレメント、え、あ、これソフトジャーキングエレメントですか。そう、うわ、モロじゃないですか。モロですよ。アタレス DC モロじゃないですか。そうです。もう軍門に下った。もうカバスキャやんならこういう感じって感じなんですね。もうすげえ。そんな浅いとこで食わしたんですか。あ、でも雨も降ってるからそれこそちょっとカエル待ち、なんかこう向いてるやつだった。来た、11時半になんとか坊主逃れしましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あとバス釣れました。そうですね、案外今日なんか風あるけど吹き寄せられが少なくてこんな大規模な、うん、まあ冬でも釣れんだ。こう、まあもう昨日まで暖かかったですからね。うん、でもこの下だけちょっと暖かいんですよね。それにしても釣れたサイズもなんかこの時期っぽくないのが元気に食ってくれたから、ね、うん、今年の傾向としてはまあこんな感じなんですね。うん、もう一回ルアー見せてもらって。そう、俺も持ってきてはいるんだけどまさかこれをリグろうと思ってなかった。すげえ、こんなボリューミーでしっかり食うんだな。勉強になりましたね。あのサイズが結局バクって丸飲みしてるわけ。はい、さあ原さんの軍門に下ってカバースキャットを上げてもらいましたよ。今日まだ投げてない。話としては絶対カエル町さんですよね。原さん、これ俺の今年の琵琶湖の兄貴竿にしようと思うんですけどどうすかね。これこういうのいいと思うんだよね。はい、昔のアクションさせ具合とかどうかちょっと。逆に動きすぎちゃうって。ああ、うん、なんか俺の今までのっていつもなんか竿が負けちゃっていうか、でやってるとマルちゃんにダメって言われる。逆にこんぐらい硬いので、俺もでも自分家にあるジグの竿、投げ心地としてはどうですか。下野さんの琵琶湖ジグザオなんで。
今持つとそんな重く感じないんですよね。ビッグベイトロッドとかいつもやってたら。いやー、2月にあの確実な1本はなんかこれでちょっとこの後そう東に行こうかなっていう気がなくなったんで、笹川こんぐらい水温高いからトンネルぐらいまで登りたいですよね。絶対刺してるはずだから。みんなに馬鹿にされた頼んでたスレンダースキャットが届いてたら、え？みんなして、あれはないわみたいな感じで、でもいや見てろよと思って、もうこの丸山とあの小岩のマスター、本当マジでマジでやばいよ。分かってますよ。別に平常運転だなってのは分かってたんですけど、あのその後マルちゃんがやっぱ俺も買いますってなんかお詫びの田中さんのも買ってきますかってこれでもそんなそこらという手そんなそんなあるわけじゃないだろうから、これにはまると終わるな俺。ああ了解です。いやもう岸際丁寧に入れて脳進化なつもりで、どうするかなこの後の展開。はい、もうここら辺までやったらロードベッドやって、その奥もちょっと、そこのそれで釣れたってことはそっちの浅井側は脳進化でタカタカ打ってけば、もう一回、いや向こう向かいながらもう一回ちょっとここ流し直します。あ、本当だ。これ多分俺のタックルの中で一番飛ばせられるかもな。もう届くな。本当だ。カバスキャとこれでそのブルフラのウェイテッドフックでノストとか、今年の傾向だと絶対こっちの浅く乗っかっちゃった側の上だと思うんですよね。あ、今日あるんじゃないですかね、こうやりきれば。なんかどっちつかずな感じの動きばっかしてるからあれだけど、原さん連れてたからちょっとこっからいろいろな精度を上げていけばもう複数出そうな気がするんだけど。まあでも11時半で1匹だからいいんじゃないですかね。うん、2月にしてはもっとあのラスト1時間ぐらいになってノーバイトで本当全てが見えないみたいな事態になりがちな2月で。原さん大好き系カバーがあればな、もうちょっと吹き寄せられてくれててもいいのに。あ、でもそことか
から何個かボソボソっと葉っぱ系がありますよ。まあまだ12時か。いや、なんつうんですか、見て回れなくなるな。いや、ただ、どうしよう。アミノで人流ししてください。お、ボイルしてる。わかんない。なんだ。ボイルだよな。ボイルでしたね。どうやって積んだらあんなの。わかんねえな。いましたね。あの勢いでなんかベイトがいて水中フィーディングしてそうっすけど、こっちのこの奥地の、そうですね、まさにこの5メートルぐらいのとこでライトリグで取れるっていうのがイメージできとけばだいぶ違うんだけどな。カナンはいた。おっ、しゃ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 、よっしゃ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 、確実に行きたい。イエーイやった。せちがない話をしていたらいいことが起こりました。せちがない話をしていたら、おい、ちょっとさっきよりサイズアップ。お、2月に2匹、あ、これは今度ビローラー 4?4、うん、ですか。4しかなかったんだ。琵琶湖の練習ですか。ビローラ4か。うわー。コーンってきて。え、これない。ホバストですか。ホバスト。わー、また上なんだ。ロードベッドの3つ。まあでも、ボトム近くだとは思う。はい。あ、でも浅い側に乗っかってるやつをさらに、ちょっと浮かして。真っ白だけどね。うわぁ、こんな長いバームで亀山で釣れんだ。俺、4インチバームでなんか最近釣ってないっすよ。いやぁ、冬だけど、餌、ちょっと追っかけてるバスなんですね。ね、尾びれボロくて、尾びれちっちゃい。
まあ、白い白いっつってもそこまで特ベッタではないですね。うおお見事です。ホバスト、見ていいですか。あ、じゃあバスちゃん、ありがとう。こんなややこしいことやってたんですか。おお、やられました。せちがらい話をしていたら今日もね、クソ愚痴を聞いてもらってたコーンってきて、ウイスキーが500円値上がっていき皆さんぜひフープに飲みに行ってください。値上げしてないんで。はい、値上げしてないんで。助けてください。俺、値上げしちゃえばいいじゃないですか。言ってた最中の出来事でした。ありがとうございます。ビローラフィッシュ。やったね。すげえ。原さん、すげえ参考になってます。なんか、展開の。まあ、都合ちゃんとやってるってのもあるけど、2匹釣れちゃってるから、ちょっとこのエリアもうちょっとちゃんといろいろやって、4インチホバストか考え、ちっちゃいかと思ってた。はい、はい、その前に一回なんか立ち木かなんかにかすって、あ、来たかなと思ったら根がかりかと思って、多分意外と巻いてないから、はい、意外と下泳いでるんだと。うん、重りちょっと重めの入ってますね。あ、霊柩っすね。霊柩の細いやつ。うん。下側。はいはい。でもさっき奥で見かけたやつの片鱗って感じもありますよね。あんなのもいるから、やっぱり、まあ全然エリアも群れも違うんだろうけど、今日の、いつもの2月だったらこの下の789じっくりやってるとこだけど、今日のカバスキャといい、ビローラといい、琵琶湖ですか琵琶湖ですかここはすごいな。いやー、テクナ GP 俺からずっと仮パクしていて、手の延長線上になった時に奪い返されたやつですね中古で見つけて。いや、イーサーはやっぱ時代経っても本当変わん不変ですね。本当それの場合、そのガイドの重さとかも含めてバランス取ってるから、ガイド変えりゃいいってもんでもないし、ガイド変えたくないよね。それのダルン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 で絶妙ストなんでしょうからね。ちょっとそこ複数アンダー狙えるか、もうちょっとチクチクやってみますか。それで原さんが2匹とか釣れるようだったら、俺まずそれをパターンに組み込んだ方がいいかもしれない。あ、でも原さんビローラで、俺レッグで、それがレッグでも、ちょっとレンジ違うけど、ミノーじゃ違うんですか。まあ、それはそれだけど、なんだっけ、あの、ドゥルガー持ってきたんですよ。で、ちょっとあと、バルナちょっと、あの、カバー際で浮かして食わせるとかだったらバルナだろうけど、あの、さっきのボイルから、食性に訴える場合、もうちょっと、細身小型の、瞑想中。まあエリアは合ってるエリアにお連れしているということで、まあそんなのもこんなのも一人だと分かんないからありがたいです。
そう、あれもだからバスだったんだなって今思えば、確実にあの時点ではなんか水鳥がいたのか何なのかもわけわかんないじゃん。1回目のは、うん、ちょっと自信なかった。2回目のは完全にビビって流れてたけど、はい、そう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 、なんかいろんな可能性が捨てきれなかったじゃないですか、あの実朝っていうか、本当にっていうあのバスがガバガバってやってんのかどうかっていうことに関してはちょっと自信俺はなかったんですけど、時期的に。でもここでの回答を見るに確実に追っちゃってんなっていう、ちょっと攻略の糸口は探しとかないと完全に終わっちゃうな俺。雨効果でまたボイルしてないですかね、雨ボイル。このシマノの新しい P ライン結構期待してるんですけどね、いや今初めて投げてるんですけど、なんか懐かしい感じというか、うん、ちょっと後で触ってみてほしいんですけど、結構スパイダーワイヤーってもっと腰がなくて縄って感じだった印象なんですけど、スパイダーワイヤーをなんかあのファイヤーライン風というか、なんかコーティング入れてる感じって言ったらいいのかな。パリッとしてますね、あの柔らかいふわ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 っていう感じのピーじゃなくて、バリッとした感じというか、俺はこういう方が結構使いやすい。飛距離とかは多分落ちるんでしょうけど、ただ強くなってる分、その今まで08だったのが06とか入れられんだったらありかなとか。あ、そうですか。このベイトが針に引っかかってきたんですよ。で、お、こいつかなんて言って見ようとしたらボイルしちゃって、この濁りでちょっとトップレンジでガバって食ってる感じですよね。こんなもんでしたね。あ、今引っかかってきたけど、結構このこいつが大量に入ってるってことですよね。ジャーキングしたら引っかかってきたんで、混在してんのか。ビローラマイクロとかそういう世界なのかな。ここでホバストなんじゃないですか、原さん。ビローラの 2. 何が欲しい。いやー、あれで食ってんだからあれでやった方がいいんじゃないですか、練習がてら。ビローラ中空だし、いろいろ話が変わっちゃうと思うんですけど。
ここら辺タイミングで行ったり来たりしてたら、魚自体はなんかずっとうろうろ食い続けてるって感じですもんね。うわ、ここはさすがに限界浅いな。限界浅いの1個目なんだな。ちょっとはい、バスはいたってことでちょっと展開しますかね。はい、まだちょろちょろですね。出がこっちはもう誰も来ないんじゃないですかね、この時間だが。朝からも下手したら撃たれてないだろうし、これ魚元気になっちゃう雨だと思うんだけどな。じゃあちょっと本校の方戻ります。はい、時間がもう終わりなんで、よいしょ。よいしょ、ダメだ。さあ最後ちょっとディープの様子見て20分か終わりたいと思います8分でレッグアームの黒に助けられました。今日は厳しい止まった2月もレッグアームの黒、小森さんタックルな感じで、いやーマジ今15時52分だったからもうほんとあと残り8分、水産センターまで2分ぐらいで走れるから、いやーありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちっちゃいけど、2月もなんとか、釣れました。よかった。よっしゃ。何が？はい。タックルはいつものね、レッグワームの黒。ちょっと濁ってるからね。黒でシルエットはっきりくっきり。原さんが2匹ね、釣れましたが、俺はいつものディープで、坊主のあれ。進化は？シンカー 2.7g で、もうね、一応
お守りで絶対このセットは持ってきた方がいい。助かった。じゃあ、上がります。お疲れ様です。はい。というわけで、2月の21日の亀山ダム。その寸前までね、非常に暖かい日が続いて、で、この日からまた冷え込むよというね、そういう雨の中の状況だったんですけども、動画にまとめてみましたが、原さんがね、カバースキャットでめちゃくちゃ浅いところから一本抜いて、で、浅いところありなんだなーって、その後浅いところを見て回ったら、まあ、ボイルなんかも見えたりして、で、ビローラ4インチのホバスト。で、まあ、ラスト30分ぐらいまで結構浅いところやりきったんですけども、最後にね、ディープでも魚釣れるのかなということで、レッグアーム入れたら、もうね、ほんと帰着ギリギリだったんですけど、サクッと釣ることができて。というわけで、どのレンジにも魚がいる。どうやって釣るかはもうあなた次第みたいな状況になっていたので、でね、思い返してみると、以前に小森さんにね、12ヶ月亀山ダムっていうことで2月編やった時、天気は違うんですけど、全く同じような状況だったんですよね。浅いところではボイルもあり、ね、シャローの雰囲気もムンムンで、でもね、ディープでも魚が触れて、そんな時にね、どんな仕掛けを投げたらいいのか、その12ヶ月、小森粒彦亀山攻略の2月編でね、ちょうど同じようなところをどういう風に攻略するのかやっていたのがあるので、そちらね、リンク貼っておくので、ぜひね、気になる方は、見てみてください。ほんとね、今年はちょっともう春の訪れが早いのかなといった印象だったので、このあと2月の25日に、真冬開催の小森カップがあるので、そこもねまた動画に撮影して、まとめていこうかなと思うんですけども、まあ、大会中なんで、大好きなアラバマはねあんまり使えないので、ミノーとかミドストとか、あとはね今日釣れたレッグワームとか、そういったのを駆使してね、とりあえず坊主逃れを目指しながらリミットの3匹を目指してみたいと思います。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、真冬2月の亀山ダムに行ったら、もうシャローでカバスキャからホバストから、ディープから、しっちゃかめっちゃかな釣れ方をしたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。